アマレスニュース。本日は2024年8月5日に開催されたレスリングパリオリンピック初日の結果速報をお伝えします。まずは女子 68kg 級尾崎野々花選手、1回戦ベネズエラの選手との試合、第1ピリオドいきなり尾崎選手の強烈なタックルが決まり、4ポイントのビッグポイントを獲得。そしてその後すぐに相手のバックを取って2ポイント獲得し6対0。そして得意のアンクルホールドで相手をひっくり返し2ポイント、さらに返して2ポイントで10対0。第1ピリオドわずか32秒でテクニカルスペリオリティで尾崎野々花選手見事1回戦突破しました。続いて準々決勝、キルギスのメーリム選手との試合。第1ピリオド尾崎選手がタックル仕掛けましたが、相手に切られてしまいバックを取られ2ポイント、さらにローリングで2ポイント獲得し、いきなり4ポイント取られてしまいます。その後さらに尾崎選手タックル仕掛けましたが、バックを取られてしまい2ポイントで第1ピリオド6対0とリードされてしまいます。そして第2ピリオドに入り、今度は尾崎選手が相手のバックを取って2ポイント獲得し、腕を捉えたままローリングが決まり、さらに2ポイントで4点獲得し6対4となります。その後尾崎選手もう1回相手のバックを取って2ポイント獲得し6対6と追いつきます。そしてそのままラストポイントで尾崎選手優勢のまま試合が進み、ラスト15秒、相手にバックを取られてしまい2ポイント取られ8対6。そしてそのまま試合終了、あと一歩のところで尾崎選手惜しくも敗れてしまいました。しかしメーリム選手が決勝に進出したため敗者復活に回ることになりました。銅メダル獲得できるように皆さん一緒に応援しましょう。続いて男子グレコローマン 60kg 級文田健一郎選手、1回戦はキューバのロドリゲス選手に11対1のテクニカルスペリオリティで勝利。そして準々決勝、イランのモフセ・ネジャド選手、第1ピリオド文田選手がパッシブを取り1ポイント獲得し、グランドからの攻撃となり、相手の腕を捉えたままローリングが決まり2ポイント、さらに返して2ポイント、そしてもう2回返し一気に9対0。第1ピリオドでテクニカルスペリオリティ勝利で見事文田選手圧倒的な強さで準決勝進出となりました。そして準決勝の相手はキルギスのジョラマン・シェルシェンベコフ選手。第1ピリオド文田選手がパッシブを取られ相手に1ポイント入り、グランド状態からの攻撃、しかしここは文田選手きっちりディフェンスしノーポイントで抑えます。そして第2ピリオド文田選手の綺麗な反り投げが決まり4ポイント獲得し4対1とリードします。しかしその後シェルシェンベコフ選手が低い体勢からバックに回り2ポイント獲得し4対3と1点差に詰められます。そして最後までシェルシェンベコフ選手ガンガン攻めてきますが、文田選手も冷静に対処しここで試合終了、4対3で見事文田健一郎選手が勝利し決勝戦に進出しました。試合後2人が健闘し合って称え合ってる姿、本当に感動的でした。シェルシェンベコフ選手本当に素晴らしい選手です。今後もこの2人のライバル関係これからも続いていってほしいです。文田選手金メダルまであと1つです。